改めましておはようございます。本日はお忙しい中、そしてなんかこれから雨が降りそうな雰囲気ですけれども、全国からたくさん の家庭教育支援に関わる先生方においでいただきましてありがとうございます。本日朝一番の事例報告をコーディネートさせていただきます。和洋女子大の鈴木美幸と申します。よろしくお願いいたします。早速ですけれども、今日のテーマなんですけれども、中高生の生活習慣づくりということについて、さまざまの、お立場から実際にご活動なさっている事例を発表していただくんですけれども、そもそも中高生の生活習慣づくりがなぜ必要なのかっていうところがまず押さえておかなくてはいけないのではないかというふうに思いまして、私の方から簡単に説明をさせていただきます。ちょっと座らせていただきます。それではパワーポイントよろしくお願いいたします。中高生の生活習慣づくりということでですね、最初見ていただきますと、文部科学省は実はこの10年子どもの生活習慣づくりに関する普及活動というのをかなり積極的に行ってまいりました。ご高覧いただくとお分かりのように、これは日本小児保健協会というのが大々的に10年ごとにですね、調査をいたします。全国調査です。でこの全国調査の中で平成12年というのにちょっと注目をしていただきますと、ものすごく悪かった。これは夜10時以降に寝る子ども幼児の割合、1歳から5歳までです。でものすごく悪かったんですね。でこの時に私たちは慌てました。どうしようと。日本の子どもたちただでさえ睡眠不足なのにこんなに悪い、夜10時以降に寝る子がこんなにいる、5割以上いるっていうようなところで心配をしていたところ、平成18年度から文部科学省が早寝早起き朝ごはんという国民運動を始めました。でその結果、実は平成22年を見ていただくと劇的に改善はしているんです。で劇的に改善はしているんですけれども、3割以上の子どもが夜10時以降に寝る国というのはそうはありません。でこの最も実は悪かった世代が今中高生なんです。なので私たちはこの幼児期から悪かった、幼児期から夜更かしだった子どもたちについて今どうなっているだろうかということで見ていただくと、まず最初にですね、この日本がどんなに非常識かというデータになるかと思うんですが、これはナショナルスリープファンデーションが2015年に発表した必要とされている人の人間の睡眠時間です。ではまず最初に恐れ入ります、ご自分の年齢をちょっと見ていただいてよろしいでしょうか。だいたい7時間から9時間が良いとされていて、限界範囲として6時間寝てらっしゃる方、ありがとうございます。聞いた私がバカでした。はい、幼児の方を見ていただきます。はい、というような感じで、こんなに寝てませんよね、日本の子。そしてティーンエイジャー、ますます寝てません。この状況の中で、じゃあ中高生どうしようかということです。はい、で簡単にですけれども、ちょっと睡眠の話をさせていただきます。睡眠は折れ線グラフみたいに上がったり下がったりする睡眠と、黒いちょびひげみたいに上に乗っかっている睡眠、この2種類がありまして、この上がったり下りたりは、ね、脳波で眠りの深さを測れます。この深い睡眠、こんなに長くとる動物は人間ぐらいしかいないんですけれども、脳の睡眠です。でこの黒いちょびひげみたいに上に乗っかって明け方にかけて多くなる睡眠をレム睡眠と言います。ノンレム睡眠とレム睡眠というふうな形で分けられます。でこのノンレム睡眠は、実は成長ホルモンがこの時に一番深い睡眠の時にまとまって出て、免疫機能を高めたり活性酸素の毒から体を守ったりします。で逆に言うとレム睡眠は実は情報処理をしています。記憶を消去し記憶を固定させる、これは必要、これはいらない、これは大事だから取っておこうというふうに、睡眠中に実は私たちは情報処理し体を守る、健康を保持しているというふうな形で、睡眠というのはいわば一言で言うならば脳と体の整備工場なんです。で脳と体の整備工場である睡眠、最近分かってきたことは、実は認知症を引き起こす物質であるベータアミロイドも睡眠中に減るということが分かりました。つまり日中生活をしベータアミロイドは高まるんですけれども、睡眠中にガクンと減ることが分かっています。
で、私たちの体にはリズムがあり、体内時計と呼ばれているものがあるんですけれども、その一、まあ、日の中でリズムを持っているもの、外実リズムと言います。外実リズム、およそ一日の中でリズムを持っているもの、先ほど申し上げました成長ホルモン、成長ホルモンは睡眠に依存してますので、深い睡眠の時にまとまって出ます。さらにメラトニンというホルモンです。これは抗酸化作用、酸素の毒から体を守るホルモンです。で、暗くなると出てきます。ですので夜は暗いというのは悪いことではないんです。でさらに体温も一日の中でリズムを持ってます。体温は明け方安静にしている時が一番低く、起き上がるとガッと上がっていきます。脳と体を動かすためです。体温を上げるにはエネルギーが必要です。だから朝ごはんってとても大切です。さらに体温は寝る前下がってきます。メラトニンというホルモンが出始めると体温が下がり始め、眠りに入ります。この子眠いんだよ、手足がポカポカしてるじゃないっていう赤ちゃんのことを言うおばあちゃんの知恵は合っています。なぜならば体温を下げるために手足の毛細血管を開いて放熱するんです。そして体の中の深部体温を下げていく、眠りに入りやすくさせるというふうな役目があります。はい。で、実は平成25年度26年度文部科学省は中高生にターゲットを絞って生活習慣のさまざまな調査を行いました。で、リズムの問題、失礼いたしました。調査結果から言いますと、まず自己肯定感として、やはりこう会話が多いとか就寝時刻が遅い子が自分のことは好きって回答する割合が低いんですね。そして当然睡眠時間が短いので、朝起きる時刻は決まっておりますので、イライラするというような情緒的な問題に出てきます。リズムはすごく大切です。毎日毎日決まったリズムで生活していること、それから休日になるとドカーンとまとめて寝るとか、ドカーンと夜更かしするとかっていう子どもとの差は、学校がある日の午前中、授業中にもかかわらず眠くて仕方がないと答えるのは2時間以上、平日と休日の起きる時刻が違ってたりすると、その割合がこう高い、授業中にもかかわらず眠くて仕方がないという割合が高まります。さらに睡眠の習慣というのは継続性があります。これは東京都教育委員会が都立高校を中途退学した子を追いかけたデータです。で、都立高校を中途退学した子を追いかけた結果、今学校に行っている、高卒認定取るので学校行っている、学習意欲はあります、正社員になりました、フリーターやってます、家事育児やってます、ニートですみたいな、そういうカテゴリーの中でどのようなことがあれば中途退学しなかったと思うかという本人にインタビューをしたところ、全ての層の上位に規則正しい生活ができることという回答が得られました。つまりこの子たちは、高校生になっていきなりこう生活習慣が乱れて中途退学したのではなく、東京都教育委員会が名付けたのは中途退学者本人の基本的生活習慣が未習得なのだというふうに位置づけられていました。というようなわけで、ありがとうございます。私の方から本当に簡単に睡眠習慣の意味、睡眠の意味というのを話をさせていただきました。で、これからは事例の方に移らせていただきたいと思います。睡眠習慣がこういうふうに大切な脳と心と体を作っていくという、そういう意味があるということを踏まえた上で、最初に、それでは文部科学省と一緒にこの10年早寝早起き朝ごはんという国民運動を官民連携で、担ってきた全国協議会から最初にご報告をいただきたいと思います。それでは、寺中様よろしくお願いいたします。